1980年の近鉄バファローズでは、1980年の近鉄バファローズにおける動向をまとめる。この年の近鉄バファローズは、西本幸男監督の7年目のシーズンであり、2年連続のリーグ優勝を果たしたシーズンである。リーグ連覇と初の日本一を目指し臨んだシーズンだったが、前期は4月下旬に6連敗を喫し再開に、転落と出遅れる。 その後6連勝で持ち直すが、5月下旬に、ロッテが7連勝で首位に立つとその後も2位以下との差を広げ、前期はロッテが優勝し金鉄は、最終的に前期2位に終わる。後期は南海を除く5球団による混戦が9月、上旬まで続くが、その後半球がまず脱落、さらに前後期優勝を目指したロッテも9月末に3、連敗を喫し一歩後退。 わずかな可能性を残す近鉄だったが10月5日に、再開南海とのダブルヘッダーに連敗し、日本ハムが後期優勝に王手をかけて10月7日の直接対決を迎える。後楽園球場に、札止め5万人の大観衆を集めて行われた大一番は、打率、本塁打、リーグトップのいてまい打線が22勝の新人、キダイサムを打ち込み6から5で勝利。 翌8日には、西武との直接対決を、井本隆の力投でものにし、西武は脱落。そして11日、西武に、引き分けでも、日本ハムの優勝が決まる、後期最終戦で、本塁打、打点2冠のチャーリー・マニエルが、逆転3段を放つとその後も打線が爆発し、10から4と対象し、逆転で、後期優勝を決める。ロッテとのプレーオフは、 地元、鈴木刑事の高頭で大手をかけると、第3戦は本塁打構成で対象失3連勝でリーグ連覇。クローザー山口哲治を故障で書いた投手陣はリーグ1位の50関東を記録したが、チーム防御率は4.96と5点台近くまで低下。一方で打撃陣はマニエルの48本塁打を筆頭に2桁本塁打の打者を多く出し、 打率ベスト12は、マニエル、栗橋茂、佐々木京介をはじめ4人を送り込んだ。前年に続き、広島との顔合わせとなった、日本シリーズは先に大手をかけるも、第6戦を落とすと続く第7戦、1点リードで、リリーフに立った鈴木が打たれ3勝4敗で敗れ、西本監督悲願の日本一はまたもならなかった。優勝は、プレーオフで決定。2位以下は、 プレイオフの結果に関係なく、勝率順で決定。ありがとうございます。